ここっていつ来ても静かだよね。あまり人も来ないし。ま、マジでなんもないからな。わけのわかんねえ遺跡の跡くらいしかねえし。なんかこういうのどかな場所に来るとキルヘンベルを思い出しちゃうな。キルヘンベル？うん、私の故郷の町だよ。旅に出てから結構経ったけど、みんな元気かな。毎日一緒にいたのがなんだか懐かしい。またみんなと遊びたい。モニカの歌もまた聴きたいな。懐かしい気持ちになってるとこ悪いが、ほらもうアトリエはすぐそこだぜ。あ、はい。まずはプラフタに会わなくちゃ。ここがプラフタのアトリエだ。わあ、素敵なアトリエ。あれ？でもここって確か。どうぞ、勝手に入ってください。あれ？今の声って。ほら、早く入ろうぜ。全然違うのに、なんだかすごく懐かしい気持ちになる。待たせちゃってごめんなさい。それでどんなご用件ですか？あれ、ここってプラフタのアトリエじゃ。そうですよ、ここは錬金術師プラフタのアトリエですが。あなたは？だから私がプラフタですが、錬金術師プラフタは私です。もしかして人違い？うん、確かに私の探してたプラフタとは違うんだけど。でもなんでなのかな、人違いって感じもしなくて。だから私がプラフタですって。用事がないなら帰ってもらえますか？研究で忙しいんですけど。ごめんなさい、私ソフィーの家ミラ、あなたと同じ錬金術師なの。ここに来たばかりなんだけど、一緒にいた家族のプラフタと離れ離れになっちゃって探してるんだ。私と同じ名前？それに錬金術師？詳しく話を聞かせてください。なるほど、エルビーラと会うことなくこのエルデビーゲに来てしまったんですか。そうなの、アレットちゃんに助けられなかったら今頃どうなってたかわからないよ。私と同じ名前のプラフタさんについても嘘をついてるわけではなさそうですね。わかりました、
錬金術師かどうかはさておき、信じてあげます。え？どうして錬金術師ってことを信じてくれないの？当然です。錬金術師はなりたくてなれるような簡単な職業じゃないんですから。常に新たな道具を生み出そうとする探求心、技術、生まれ持った才能が必要不可欠なんです。そうなのか。私に聞かないでよ。そもそも錬金術師を名乗ってはいますが、それを証明するものを持っていますか？それはここに来た時にほとんど落としちゃったから。でも本当に錬金術師だよ。ではこうしましょう。このアトリエにある道具を自由に使っていいので、何か作ってみてください。それができればソフィーが錬金術師だと認めましょう。今は無理だよ。早くプラフトを探さないといけないし。仮にもし錬金術師であることを証明できれば、このアトリエを共同で使用してもいいと言ったら？え？それ本当？こっちにいる間、住むところも必要でしょ？悪い話ではないと思いますが。ソフィーさん、どうする？わかった、やるよ。プラフタを探すのにもアトリエがあった方が助けになるかもしれないし。私ちょっと材料になりそうな素材を取ってくるよ。なら町を出たところの草原がいいでしょう。手頃な素材がいくつか見つかるはずです。そういうことなら私もお手伝いするよ。一人より二人の方がいいでしょ。ま、右も左もわからねえ新入りを放っておくのはダセーしな。最強用心棒の俺様が特別にロハで手伝ってやるぜ。ありがたく思えよ、ソフィー。二人ともありがとう。よろしくね。生えてる。こんなの図鑑でも見たことない。ここが異世界だって実感少しは湧いた？うん。それじゃ
材料になりそうな素材を早く取らなくちゃ。ん？ちょっと待った。ソフィー、あれを見てみろ。エルデビーゲってのはエルビーラ様が人の無限を元に作った世界だからな。その元となった無限には当然魔物もいるわけだ。それが世界を作る際に一緒に生まれちまうらしいぜ。そうなんですね。じゃあ採取中に戦うのは避けられそうにないかな。へえ、落ち着いてるな。ソフィーは魔物と戦える錬金術師みたいだな。錬金術師って意外と戦える人が多いのかな。でもそれなら戦闘も楽になるしありがたいよ。錬金術の素材って何を集めたらいいの？今回はクロースを作ろうと思うから、粘銀の糸、ウサギも、あとは適当な植物があれば。オッケー、それじゃちゃちゃっと集めちゃおう。草原は風が気持ちいいし、よし頑張っていこう。おいおい、ただ突っ込むんじゃねえぞ。戦闘ってのは頭で考えてするもんだぜ。少しばかり数が多いからな。敵の数を確実に減らしながら戦うぞ。わかりました。よりもしぶといな。どうにか一発で終わらせられりゃいいんだが。そういうことなら私に任せてください。じゃねえかソフィー、あんな戦えるなんてマジで錬金術師かよ。採取で魔物と戦うこともあるから、それなりに戦えないとダメなんです。それにしたって戦い慣れてない？
錬金術師ってみんなこんな感じなんだっけ。いや、あいつがかなり特殊な例だと思ったんだが、実際のとこどうなんだ。私もおばあちゃんとプラフター以外の錬金術師ってよく知らないし。で、必要な素材ってのはこれで全部か。はい、手伝ってくれてありがとうございます。それじゃあ早く戻って作っちゃおう。ただいま。必要な素材を取ってきたよ。お疲れ様です。では早速調合してみてください。うん、それじゃあ釜使わせてもらうね。どれにしようかな。材料はっと、
くないかも。これでいいかな。一気に仕上げるよ。できた。いいんじゃない？これ。完成したの？うん、なんとかね。はい、できたよ、プラフタ。確認してみて。な、なんか険しい表情してねえか。やっぱり品質が良くなかったからかな。いえ、とても素晴らしいものを見せてもらいました。品質については町の周辺で取れる程度の素材だったので最初から期待はしていませんけど、それほど良くない品質の素材を使い慣れていない窯で完成させるなんて。そういえば見たことのない草が生えてるとか言ってたもんね。うん、でも思った通り使えたからほっとしたよ。はあ、どうやらあなたは私が思っていた以上に優秀な錬金術師みたいですね。
先ほど疑ってしまったことは謝ります。ごめんなさい。そんな謝らなくていいよ。証明するものを持ってなかった私も悪いんだし。そう言ってもらえると助かります。約束通り今日からアトリエも自由に使ってください。どうにか認めてもらえたようだな。イエーイ、やったね、ソフィーさん。ありがとう、二人が協力してくれたおかげだよ。ところでソフィー、あなたが探しているというプラフタさんですが、さっき私と雰囲気が似ていると言ってましたね。うん、詳しく説明するのは難しいけど、別人って感じはしなくて。実はそのことで一つ仮説を立ててみました。もしこの仮説が正しかった場合、ソフィーの探しているプラフタさんと私は同一人物である可能性が浮上してきます。え？それどういうことなの？それはこのエルデビーレという世界にはいろいろな時代の人間が集まる場所だからです。え？おい、アレット、おめえまだ？全部私が説明するなんて無理だよ。言葉の通り、ソフィーがいた世界を現在とするなら、それより過去の人間はもちろんのこと、未来の世界に生きる人たちもいるのです。なのでもしもソフィーが探しているプラフタさんと私が同一人物だった場合を考えると、今ここにいるプラフタは昔のプラフタ？なるほど。どうやらソフィーの探しているプラフタさんは成長した私かもしれません。けどよ、そんなこと本当にありえんのか？同じ奴が来たなんて話聞いたことねえぞ。だからあくまでも仮説の域です。現段階では証明することもできませんし、同時に他人であると証明することもできません。もしそれを証明することができるとしたら、ソフィーさんの探してるプラフタさんを見つけるしかないってことだね。そういうことになります。これはすこぶる興味深い話です。この仮説を証明するためにもソフィーが探すプラフタさんを探しに行きましょう。まあ探すっつっても手当たり次第に聞いて回るしか方法はねえんだけどな。ならば水晶の輝き亭に行ってみましょう。あそこはいろいろな情報が集まる場所なので。そっか、もしかしたらカティさんのところに話が来てるかもしれないね。水晶の輝き亭？カティさん？ロイテールの古株の一人でね、町のみんなのことすっごい詳しいんだよ。まあ少々問題もあるんだが。水晶の輝き亭は商業区にある食事処です。すぐに向かいましょう。